夕闇が夜の黒いベールを呼び寄せると、星は光を掲げてきらめき、人間もまた火を灯します。夜のベールはそれらを優しく包みながら時を流してゆくのです。その火の中に浮かび上がってくるのは母と子の姿。この世の中に憩いの場所があるとすれば、それはお母さんの膝の上です。あなたが一人ぼっちの時にも、あなたのそばにはいつも優しいお母さんがいるのです。アトムさん、小包みですよ。なんだ、大包みじゃないか。大きくても小包みと言うんですよ。うん、そんなもんかな。なんだかたくさん入ってるぞ。アトムの撃ってバラバラ事件だと。バカモン、慌てモン、これはロボットの部品じゃ。3人分か4人分混ざってるな。顔バラバラにしてしまっては手も足も出んわい。なんとか組み立ててください。博士、これじゃあんまりひどすぎます。お願いしますよ。組み立ててみよう。アトム君、部屋を貸してくれたまえ。このわしがやるんじゃ、任しとき。あんまりバラバラすぎてどれがどれに合うのか見当もつかんわい。アトム、出来上がったようだ。電流を入れてくれたまえ。いか、今のは首が合わなかった。やり直し、もう一度やってみよう。博士、大丈夫ですか？今度爆発したらちょっとした原子爆弾だぞ。どうやらうまくいったようだぞ。何か曰くがありそうだぞ。しかし何だろうな。オーロラ山か、オーロラ山、オーロラ、オーロラ現象、南極、ペンギンランド。そうだ、このロボットはペンギンランドから来たんだ。ねえ君、君は本当にペンギンランドから来たロボットなのかい？ねえお父さん、お母さん、僕がこのロボットをペンギンランドへ連れて行ってあげていいでしょ？元通りにしてやりたいんです。アトム、お父さんお母さんが心配するのも当然だ。わしも心配だよ。このロボットには何か曰くがありそうなんでな。でも博士、身元不明のロボットなんてかわいそうじゃありませんか。そうだ、ひげおやじ君に一緒に行ってもらえばいい。そう来るじゃろうと首を長くして待っていたところじゃ。アトム、しっかりやってきてね。頼んだよ、アトム君。ロボットは荷物として送ることにしよう。おい、ロボットは向こうのバスだと言ったはずだぞ。何遍言ったら分かるんだ。
ロボットだって金を払って乗るんだよ。何が悪い。じゃあ百人間の肩を待つのかね。デクターなんだ。おめえはそれでも人間か。じゃあ俺をロボットだとでも言いてえのか。うぬぼれんな。熊の畜生だと思っただけで。やめてください先生。おい待て。誰が乗るもんか。さあでも歩いていこうぜ。日本のお方お気の毒なことでした。みんな見ておりましたよ。私はアイスボックスというものですが、どうぞ私の車にお乗りください。それは願ってもないこと。お願いします。アトムが凍ってしまったぞ。何とかしてくれ。わあ、面白い建物だな。あ、あれはロボットが捨てられてる。じゃあ随分ロボットが惨めですね。確かにその通りです。人間たちはまだロボットを奴隷扱いです。おじさんはロボットですね、優しいから。その通りです。ところでどちらまで。オーロラ山に行きたいんです。おお、オーロラ山に。ところであなた方はオーロラ山に何をしに来られたのかね。このロボットが昔住んでたらしいんです。この人を見かけたことはありませんか。いやいや、どうも見かけたことはないようじゃが。なんとかこの人の身元が分かる手立てはないもんですかな。そうだ、私の友人にドクターガンマというのが科学者で医者で漫画家というお忙しい人だが、彼なら知ってるかもしれませんよ。そのドクマンジュじゃない、ドクターマンガでもない、ドクターガンマ氏に早くお会いしたいもんですな。よろしいですとも。私の家に行ってマイクロテレビで会いましょう。願ってもないかと。よろしくお願いします。ヘイヘイ、ベラボーめ、さっさと寄付しやがれ。ところで、あれがオーロラ山です。なんだか奇妙な山だな。さ、奇妙な山だぞ。わあ、クジラ牧場だ。これは私の牧場です。ここが私の家です。わあ、氷の宮殿だ。つまり冷蔵庫というわけですね。そうです。ロボットに生まれたことを感謝しております。早速ドクターガンマ氏を紹介してください。よろしいですとも。呼んでみましょう。あ、もしもし、アイスボックスですが、ガンマさん、あなたに見てもらいたい人がいるのです。漫画を描いてて本日休診もないもんだ。ガンマさん、病人ではないのです。壊れたロボットを見てくださいと言っているのです。わしは今漫画を描いてんじゃ。つまり忙しいんじゃ。困ったお人だ。漫画を描いてる時のあなたは特にお付き合いしにくい。このはるばる日本から来た壊れたロボットを見てくださいと言ってるのですよ。何？日本から来た。そのロボットは なぜそれを早く言わんのかい。いや、つまりこのわしが、このわしがじゃ、他ならのわしがじゃ、おっといいから漫画だからって勝手に飛び出してくるなんて。そのロボットはね、皆さん、わしは漫画を描くのに忙しいからちょっと失礼させていただきますよ。このロボットはな、わしがゴミ捨て場から拾って日本へ送ったんじゃ。このペンギンランドではロボットがスクラップにされることは珍しいことじゃない。だがしかしだよ、このロボットは人間の子供を育てていたんじゃ。それを生意気だ、気に食わんと人間が寄ってたかって分解してしまったんじゃ。それはむごたらしいことじゃった。それ以来わしは人間嫌いになっちまってな、漫画を描くようになったんだよ。わしは怒った、腹を折ったてた長男たちになるくらいな。それからわしはゆっくり考えた。この並外れた優れたロボットをなんとか生かして人間社会に役立ってもらおう。このままミスミススクラップにしてしまうのは人間の恥じゃと思ったら、わしは恥を忍んで野因に乗じ、ゴミ捨て場に忍び込み、急いで日本に送ったんじゃよ。それにしてもずいぶんわしも慌てていたもんじゃ。肝心な顔も頭もあれもこれも何から何まで。なんちゅうこったい、この科学者のわしが盗み忘れたとはな。そうだ、まだゴミ捨て場にあるかもしれん。いや、たとえなかったとしても、人間として科学者として漫画家として元の生きたロボットにしてみせますと。ええ、ガンマさん、ガンマさん、車を用意してあります。お帰りは玄関からにしてもらいたいですな。壊れてはいないかな。まったくあの人はとっぴなことをする人だから。臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。本日
15分ごろ、ロンドン世界ロボット銀行がギャング団に襲撃され、無抵抗のロボット銀行員の全てが射殺されました。このギャング団はロボット専門のギャングであることを自称し、団員は全て黒マスクをつけていて、証拠は一切残しておりません。世界連邦警察は直ちに警戒態勢に入りました。全世界のロボット諸君、諸君は十分に気をつけてください。いつ見ても美しい。それにしてもシャクナラはこいつだ。ロボットのくせにバカでかいデラックスなうちに住み上がって、今に見ろ、思い知らしてやる。専門のギャング団だ。招かれざるお客様のこの俺様をルックスルックスと気安く呼んでほしくない。大層名の売れたギャングさんらしいが、会いたいもんだと思ってたわい。ああ、お座りなすってルックスさん。紹介しよう。こちらがアトム、こちらがこの家のアルバアイスボックス氏。私はヒゲオヤジと呼ばれている。ヒゲオヤジさんとやら、俺はロボットの味方は大嫌いだ。そういうやつはたとえ人間でもロボットと同じように消してやるぜ。おい、そこのチビ、お前の名前は俺も知ってる。アトムとかいう恐ろしく強いやつだとな。だがこの電磁銃には手も足も出まい。ざっとこんなもんだ。アトム、文句があるか。おい、そこの冷蔵庫みたいな名前のロボット、この俺様がやってきたからにはただじゃ済まねえ。おめえたちロボットの命は今日限りだっていうわけだ。命も金もどちらも頂戴して帰るぜ。アンディ、変なものはこっちだって。あと、なんと礼を言ったらいいのやら。ありがとうございました。はい。君のところはバカに賑やかだったようじゃが、ダンスパーティーでもあったのかね。何その、ちょっとその、ところでロボットは完成しましたか。できましたともできましたとも、これこの通り、ここにおられるご婦人じゃよ。皆様のおかげです。でも私には一人の男の子がおりました。その子の名は何と。はい、名前はルックスというかわいい子供でした。その子は私のたった一つの生きがいだったのです。その子を私はぜひ探し出したいのです。そこでアトム、俺の六感なんだが。
としそう。だからつまり。だからまず直接会って話し合うんだ。だけどどうやったら会えると思います？わしに任してもらおう。先生、それは危険です。僕に貸してください。わしが根城の入り口を確かめてくる。それからだよ、アトム。君の力を借りなければならないのは。それにわしにはいいアイデアがあるんだ。ペンギン町がこっちへやってきますぜ。あいつ丸々と太ってやがるね。ひっ捕まえて今夜はバーベキュー料理といっかな。あれ、あのペンギンスケートしてやがら。親分、だんだんこっちへやってきます。よし、そいつはちょうどいい。生け捕りと行こうか。はいよ。ペンギン、これはいいお天気で。ヘボ探偵さん、よーくおいでくださった。まあ、こゆるりと。これが俺の宝蔵だ。よくもこれだけ溜め込んだな、このギャングめ。そうさ、俺はギャングだ。だが人間からはいただかねえ。ロボットからだけだ。ロボットからだけだと？ロボットだって生きてるんだ。うるさい。さあ、お客様にご馳走だ。鶏の丸焼きハンバーグ、ポテトスープにスパゲッティ、マカロニサラダにボタムチ、目指し丸干し、かつお節、カクテル、シャンペン、ウイスキー、マーブルチョコにはビスケット、電気ブランデーには電気イースター。ちくしょう。ヒゲおやじさん、気分はどうかね。先生はどうしたのかな。ヤブミとは古臭いことをするやつだ。ヒゲオヤジは捕らえてある。返してほしければいつでも来い、ルックス。よーし。気の毒だが、いよいよ覚悟をする時が来たぜ。アトムが間もなくここにやってくる。アトムが、おっと、喜んじゃいけねえ。アトムが来るには来るが、このドアを開けた途端、電流が流れておだぶつさ。アトムが来たらわしは黒焦げか。人間の役に立つために生まれてきたもんだ。それをなぜ、なぜなんだ。
俺のおふくろはロボットに殺されたんだ。むごたらしい殺され方だった。ロボットがそんなバカだ。それからというものは俺はロボットを憎んだ。そして復讐の誓いを立てたんだ。俺のおふくろは殺された。ロボットは憎い敵だ。ロボットは憎い敵なんだ。ルックス君、さあそのマスクを取りたまえ。勝手に取ったらいいだろう。あ、君はまだ少年じゃないか。やっぱり。ルックス君、私たちの話をよく聞けよ。君のお母さんは実はロボットだったんだ。バカ言え、嘘だ、嘘を言うな。それは君がそう思い込んでいるだけなんだよ。そして人間たちに分解されてしまったんだよ。嘘だ、僕のおふくろは人間だ。ルックス君、どうじゃ、わしたちと一緒に来てくれないか。こうなったらどこへでも行くよ。どうとでもしてくれ。さあ早くどうとでもしてくれよ。僕のおふくろは死んだんだ。死んだんだ。僕のおふくろはロボットであるもんか。おふくろは死んじまってもういるはずがない。私の坊や、ルックスや。似ている。だけど僕のおふくろは死んだんだ。私よ、ルックス。私を忘れたの？嘘だ。嘘だ。嘘なんだ。僕のおふくろは殺されたんだ。ルックス君、お母さんだよ。さあ、お母さんと呼んでおあげ。私よ、ルックス。お前のお母さんよ。似ている。似ている。だけど、あの声も顔もみんな似ている。お前は私を忘れたの？私はお前を忘れなかったわ。ルックスや、私がロボットであることをお前に隠して育てていました。捨て子の可愛い赤ん坊を拾って育てていました。このペンギンランドではロボットは人間の奴隷でしたから、ロボットが人間を育てることは許されないことでした。それでお前は一人ぼっちになってしまって。お母さん、お母さん、似ている、似ている。お母さんと呼んでおあげ。ね、分かっただろう、ルックス君。君のお母さんなんだよ。思い出したぞ。お母さん、お母さんだ。お母さんだ、お母さん。この広い地球には君とお母さんが平和に暮らせる国はたくさんある。だからこれからは二人で仲良く強く生きていってください。じゃあさよなら、ルックス君。僕も日本のお母さんのところへ帰ります。お母さん、この膝、そうだよ、覚えてる。僕のお母さんの膝だ。お母さん、この世にたった一つ平和な憩いの場所があるとすれば、それはお母さんの膝の上です。あなたが一人ぼっちの時にも、あなたのそばにはいつもお母さんがいるのです。あなたの優しいお母さん。